無視は良くないわよ。あ、顔色が悪すぎるわ。ねえ、少し休んで楽しいことをしましょう。急がないと、もうここを出られなくなるかもしれないから。それって、ここに長くいると、私から離れられなくなるんじゃないかって心配してるの？あ、そうね。あなたと一緒にいると、確かに悲しくなる暇もないわ。フェリシア、聞きたいことがあるの。しかも、一刻の猶予もない。アポニアに関する話を。また他の人の話ね。何が聞きたいの？10日後、私は彼女に殺されるって言われたの。今日だとあと4日くらいしか残ってないけど。そんなに大事なことならメイ、もっと早く教えてよ。変わったことが起こったの。でなければそんな馬鹿げた話気に留めたりしなかったわ。けどあなたの反応を見ると、まさかその言葉を疑わずに信じた方が良かったの？ええ。どうしてそんなことになったのかはわからないけど、それはアポニアの予言なのよ。予言？確かに彼女は未来が見えるという話を聞いたわ。アポニアが見た未来は、おそらく、本当に変えられない事実なの。アポニア自身でさえ見えるだけで、何もできないって言ってたわ。彼女はそれを変えようとして、誰よりも色々と試していたのよ。メイ、まさか、何か危険なことをしようとしてるの？いいえ、アポニアが判断したんだもの。何をしようとしても、大して重要じゃないわ。つまり、それは比喩や誇張とかじゃないってこと？ありえないわ。運命の存在なんて認めない。楽園の中でのみ起こる特殊な状況というなら話は別だけど。でも事実はそうなのよ、メイ。彼女が初めてその苦しい境遇を私に話した時、今のメイよりも疲れた顔をしてたわ。彼女と知り合ってから結構時間が経ってたけど、あんな無力な姿を見たのは私だけよ。当時指針の書に閉じ込められたある人が毒葉に編入されることになったの。その彼が初任務で遭難するってアポニアは見た。だからアポニアは彼女のやり方で強引に相手を指針の書に残したの。その後は？指針の書にいる人がどんな感じか、メイもなんとなく想像できるでしょ？予言にあった死期が訪れる直前に指針の書で騒動が起こったの。その人は自分自身をうまく守れず、結果、予言は別の形で現実になった。それも一つの例に過ぎず、他にも似たようなことがたくさんあったわ。どれほど周密な計画を考えたとしても、アポニアが見たなら、それは必ず起こるの。今まで、彼女の予言は一度も外れたことがない。だから、メイ、気をつけないといけないのよ。どうやら、気をつけてどうにかなるような状況ではないみたいだけどね。でも、どうしようもない事態になったとしても、何もせずただ死を待つわけにはいかない。ええ、自信があるのはいいことだけど。そうね、私もアポニアに聞いてみるわ。今までの彼女ならありえない話だけど、後継者に冗談を言っただけと願ってる。何せ、具体的な時間を相手に教えるなんて、彼女は滅多にしないから。それと、メイ、もしよかったら、もう少し私と一緒にいてくれる？私、本気よ。やめてくれ。別の呼び方にしてくれないか？まだそういう歳じゃない。
わかった。お母さん。二人とも、結構仲良くなったのね。私をからかうネタができたみたいだな、お嬢様。どうしてそんな風に呼んでるのかは、私にもわからない。ずっと子供たちの相手をしてきたからか？あ、そうだ。さっき、アトリエで遭遇した怪物の話をグレイシュとしていたんだが、まさかあれが本当に彼女の作品だったとは思わなかった。そうだよ、名誉嬢様。ああ、また私に似てきたな。厄介だ。そのせいで訳のわからないものを書かないでくれるといいんだが。彼女と過ごす時間に気をつけましょう。待って。今の話、あれらの怪物はグレイシュが他の人の影響を受けて作り出したってこと？ああ。先に言っておくが、正しいかどうかについては知らないぞ。だが、彼女は何かに染まった後だけ絵を描き始める。つまり、他人が残した色を抜き、紙に落とす。普通の絵と何か違いでもあるの？ただの噂だが、話によると、彼女の絵は簡単に破れるものだが、見た人の認知に影響を与えられるらしい。どんな影響なのかは、彼女が交流した相手次第だ。エデンに聞いた話だが、グレイシュが千号と接触した後に描いた絵は、一つのエリアに内乱をもたらしたらしい。そうだったの。イニシエの楽園は認識によって構成されているから、彼女は実体に近い怪物を作り出せるってこと？その通りだが、怪物だけとは限らない。正確に言えば、人の心を具現化したものだな。私たちが遭遇したあれらは、コズマのものだと思う。己の心にある怪物を服従させるとは、ただものじゃないな。それなら、グレイシュがこれから何を描き出すのか、とても楽しみになってきたわ。けど、彼女の前でそんな話をして大丈夫なの？なんだ。本当に彼女を子供だと思ってるのか？子供とはいえ、彼女は一人の英傑だ。経験してきたことは、私たちの想像をはるかに超えてるかもしれない。彼は本当に知らないようだ。まあいい。そうかもしれない。もし俺たちがその場にいたら、リンは、ん？やあ、来訪者。続けて構わないわ。まさか話の邪魔になるとは思わなかったから。気にする必要はない。昔話をするのに。僕たちにはまだ長い時間があるから。君の心にある困惑は、ますます強くなっているようだね、来訪者。それがあなたのところに来た理由でもあるわ、スー。以前私たちは精神感知型の融合戦士について話をした。その時あなたはその一部に過ぎないと言ったわね。そしてそのうちの一部の人には異変に近い異能が現れたとも。確かにそうだったけど、人々に気づかれる能力はあくまで例外で、ほとんどの人に起きた変化は単独で分類できないほどかすかだった。それ精神感知型の融合戦士になること。そのほとんどは、当事者の認知に測れないほどの歪みをもたらす。戦場で輝けるはずだった者は多くいたが、その精神状態のせいで、彼らは戦えなくなり、人類と対立することを選ぶ者もいた。
じゃあスー、その人たちの中に未来を予知できる存在もいたの？来訪者、どうやら君はもうアポニアに会ったみたいだね。厳密に言うと会ったわけじゃないわ。連続した夢のようなものだった。ああ、僕も元凶を利用してコミュニケーションを取る癖がある。それは精神感知型の共通の特徴かもしれない。彼女は君に初見を語ったのかな？初見？あ、ええ、そうね。ただ彼女を信じていいのかわからないわ。あなたも自身の予見の話を何度もしたけど、それを比較対象にしていいかしら？僕の予見は過去にあった過程と当事者の性格に基づいたもの。一度あることは二度あるという言葉のように、僕にとってはその出来事の構成の一部が固定された時、すでに結末は決まっているんだ。しかしアポニアの初見は違う。彼女は他人への接触を通じて現実の上を見るという行為を可能にする。すまない、そのことに対してうまくまとめられないんだ。こういう言い方で理解してもらえるといいのだけれど、会話の沈黙は言葉よりも心の声を伝えられる。皮膚の呼吸は意識よりも君の人生を理解している。関節の音、規則の流れ、遺伝子の表現、それらを通じて人の過去、その向かう先を簡単に読み取れるんだ。君がそれらの言語を理解できるならね。言葉や顔色から人の心を伺う、それは誰にでもできるが、アポニアは生まれつき天眼を持っているんだ。彼女の言葉は判断によるものではなく、目に浮かんだ事実だ。その原理を理解する前から彼女はその応用を身につけていた。そして融合戦士になった後は、その才能というより呪いを大きくしたに過ぎない。そうだとしても、彼女が予言できるものはあまりにも広すぎるわ。もしそんな能力を持つ人間が本当にいるのなら、それは人類が最初から自由意志を持っていないことを宣言してるのと同じよ。ただの見せかけ。そういう可能性はないのかしら？精神感知型の融合戦士が他人の認知に影響する能力を持ってるなら、もしかしたら彼女の見た未来は暗示をかけた状況で作り出した事実かもしれない。一般人でも周到な用意があれば、ある程度それができるはずよ。問題点はそこにある。アポニアは確かに僕たちの中で最も優秀な精神感知型の融合戦士だが、全ての未来を主導することに関しては人間技ではないんだ。つまり彼女は嘘をついてないとあなたはそう考えてるのね。アポニアの能力の本質が一体何なのか、誰も正解を出せないかもしれない。しかし僕たちが運命にもてあそばれる人形だったら、彼女の例外ではないんだ。ただ彼女は人々を操る意図が見えるだけ、それだけだよ。おかしい。もっと近くへおいで。
クライン、猫はカップ麺に興味を持ったりしないわよ。そうなんだ。小動物と過ごした経験はあまりないから。まさかクラインにこういった時間があるなんて私も思わなかったわ。いいえ、これも仕事の一部。あの子は独特だから研究対象になれるかもしれない。今まで会えた回数は少なすぎるけど。それってカンちゃんのこと？うん。データによるとパルドフェリスの記憶体が古の楽園に入った時からあの猫も一緒に現れるようになった。でも現実にいたパルドフェリスは猫科の動物を飼ってなかったはず。つまりあの猫は現実に存在したことがないって言いたいの？それはまだわからないけど、似たような状況はすでに多く確認されている。古の楽園は記憶によって構築された空間。そして記憶は非常に主観的なもの。だからここにある多くの物事は現実の姿よりも記憶の所有者の主観的な認知に近い。確かに古の楽園にある指針の書は現実のものとは全然違うって、そう教えてもらったわ。うん、それも一つの例なのかもしれない。ただそれによって生まれた生き物はあの猫科の動物しか知らない。あ、実験体、これを片付けるのを手伝ってくれない？それはごめんなさい。興味がないという点に関しては私もカンちゃんと同じなの。あら、私の番？残念、今回のセリフはまだ考えていないの。許して、次こそサプライズを用意するから。データを削除するから。ケビンを楽園から消すのはどうかな。簡単だよ、君が決めて。
おいで、救いを手にしなさい。迷える者はヒーローの残す光についていく。そして彼らはヒーローが進むための道しるべでもあるんだ。証明は不要。全地に行き渡る。吠えなさい、クリカラ。葉がひらひらと落ちるも、胎児は変わらず茂ったまま。雷鳴の時、孤独化し解決に証明は不要。全地に行き渡る。なんだかこの感覚にも慣れてきたわ。より冷静になったね、メイ。私の前に来てください。もう一度。自分に嘘偽りがないと思うなら、そのくださいはやめた方がいいんじゃないかしら。え？アポニア、あなたの手段には気づいているわ。その言葉を口にするたび、私の精神に影響を与えているのよね。催眠に近いそれを回避する方法はない。私が異様だと気づいたとしても、あなたの要求を拒めない。最も優秀な精神感知型の融合戦士。確かにあなたはその評価通りだったわね。こんなに時間が経っているのに、メイはやはり悪意で私を判断することをやめようとしないんだね。その点において楽園がくれた教訓はあまりにも多いからよ。でもその能力は確かに想像を超えてたわ。あのペンダント、あなたの言うつながりも、その能力を強化するための媒介なのよね。私の意志が言いなりになった時から、それはあなたの言ったように、己の使命を果たしたことになる。弁解するつもりもないよね。もちろん。すでに多くの誤解を受けている。どうやら、
メイの私に対する探りはかなり深いところまで来たみたい。確かに誰もあなたの運命に対する判断を否定しなかったわ。私はまだ理解できないけど、否定する理由も十分じゃない。そう。ではもう少し近くに来てください。いい？あなたまた。いいえ。たまに私もわがままになりたい時がある。今回だけ私を許して。なるほど。調査だけでなく対抗する計画も考えた。よくできているメイ。もういいや。鋭い。あと少しであなたがあの女の子と一緒にいる時のことが見えた。わざとではないよ。それであなたは私が見た運命を変えようとしているの？最初はそうだったわ。でも今は別の準備をするつもりよ。すでにバレた計画に意味はないと。大丈夫メイ、思い切りやってみるといい。それも成長のために必ず通る道だから。必ず通る道？ええ、あなたも私も他の人たちも運命という存在を知った後、それを変えられると思わないはずがないでしょ。残念。どうしてあんな結末だったのでしょう。逆らえないと理解した時が去る時だなんて。思いのままやってみなさい。もしそれがここを去るまであなたに死を待つだけではないという錯覚をくれるのなら。錯覚なんかじゃないわアポニア。けど確かにあなたにもう一度会いたかった。あなたはずっと私の質問を避けてきたけど、今日は直接聞きたい。本当にそれができるかどうかを。疑う必要はないメイ。私は運命が見える。どんな些細なことでもそれは変えられない。でないと私は遠い昔から多くのことを回避できていた。ねえ、分かったわ。観察を通して私が嘘をついてるかどうかを判断したかったのメイ。私が嘘をついても誰もわからないよ。表情のことかしら。確かに。でも見たいのはその顔じゃないわ。私が見たいのはその運命が破られた時に、今の自信に満ちた答えを思い出した瞬間のあなたの表情よ。やる気満々だね。楽しみにしている。どうかその言葉を聞きたくないのならやめておく。では努力してみるといい。今度会う時は何かが違うといいんだけど。前と同じね。ここに戻る時は何の妨げもない。アポニアは古の楽園でどうしてこれほど特殊なのかしら。きっとまだ何かを隠してるはず。
やあ、ライデン・メイ。のんびりしてるのね。全然客人のようには見えないわ。仕方ないさ。私たちみたいな流れ者は、どんな場所でも家にいるようにリラックスするコツを覚えないと。さあ、大事な話があるんだろ？雑談はこれでやめておく。どうだった？その戒律との会話は、何か成果はあったのか？変わらない。誰もがそれを本当だって信じてるわ。そうだな。私もエデンに聞いてみたが、結果はほぼ同じだ。それで、お前も信じざるを得ない。そうだろ？私は運命の存在を認めない。それは私が見たもの、聞いたものとも関係がないし、出ないと、ここに来たりしないわ。じゃあ、どうするつもりだ？いや、何ができるんだ？今のうちに他の誰かに会いに行くのか？本当でも嘘でも、それはデメリットにならないだろ？いいえ。彼女が話した予言は、古の楽園のみに限られてると信じてるもの。この人為的に作られた世界の中でだけ、運命は何らかの決められた予言通りに進む可能性がある。それなら、私が逆の行動をしたらどうなると思う？何か方法を思いついたのか？あなたは楽園で千号に会った。そうでしょ？あの時、何を経験したの？あの嫌な記憶をどうしても思い出さないといけないのか？彼が英傑だとは思えない。むしろ、楽園の中で最も恐ろしい怪物に見える。長年培ってきた直感がなかったら、大変な目に遭ってたかもしれない。ええ。千号がここの最終試練だって、本人がそう話していたわ。それに、私の知ってる限り、本当の意味で後継者を死なせたことがあるのは、彼とメビウスの二人だけ。私は間一髪のところで逃げて正解だったな。ほう。つまり、お前が思いついた方法はそれなのか？ええ。アポニアの予言は、私は10日後に死ぬ。だから私は気になるの。もしその前に、私が死ななければならない状況に直面したら、結果はどうなるのかしら。そのために私は、千号に挑まなければならない。リツシャ、お前。千号？来い。ああ、リツシャ。なんだ、相手を間違えたのか。いいえ、あなたの真似よ、千号。あなたはずーっとこういう感じで虚勢を張ってきたんでしょ？別に新鮮な手段でもないし、天敵を威嚇するために似たような方法を使った小動物はたくさん見てきたわ。虚勢を張っていると思ってるのか。いい。いいぞ。そういう力よ。
俺に喧嘩を売る前にこの先のことはちゃんと準備できたのか、律者。その必要はない。私が唯一すべき準備は、あなたが私をがっかりさせた時に必要な行為を計画することだけよ。ああ、そういえば、あなたが最終試練を務めていた頃、古の楽園から誰も生還できなかった時期があったよね。それも、あなたの嘘じゃないでしょうね。ふん、やってみればわかる。ええ、そうさせてもらう。何事にも例外がある。私が、その例外だって思ってるわ。戦後、もう分かっているはずよね。これは戦いの誘いよ。まさか、後継者と渡り合う度胸すらないわけじゃないでしょうね。少しお前を見直したと思ったら、よりによってこんなタイミングで死のうとするのか？何があっても俺は手加減しないぞ。分かってるわ。手加減しないのは、あなたなりの尊重なのよね。でないと大滅の目を背負うこともなかったでしょう。じゃなきゃ、用があるのはあなたじゃなくなるもの。いいだろう。望み通りにしてやる。もう長い間、この手で律者を殺してないからな。お前に時間をやる。命を守る方法を100だろうが何だろうが好きなだけ考えるといい。その後、心から負けを認めて死んでもらう。想像していたよりもスムーズだった。場所は？ここで戦うの？ここだと？脆弱すぎる。お前にはちょうどいいかもしれないが、俺はそんなんじゃ気が済まない。律者、お前の全力を尽くして楽園の最深部まで来るといい。張ってでも来い。でないと俺の手で死ぬ資格すらないからな。当時奴らが俺のために用意した場所、死神の書の一部はお前の骨を埋めるのにちょうどいい。